中学生には酷ですね。ノット問題ある、計算しなきゃいけない、 TF 問題ついてる。総計クラスで自分が教えるポイントなんですよこれ。まあ、東大クラスでもやるときありますね。アンドがどこを並べるのかが分かんないといけないってポイントで、これはまあ大学入試でもよく問われるポイントなんで、だからこれがあるんで2とコマ線とかよりは難しいかな。さあ、始まりました。マーケットチャンネル。さあ、やってまいりました。難関高校入試特シリーズ。今回は、奈良東大寺学園になりますね。まあ、これやってほしいっていうのね、多かったんですよ。関西の超難関校になりますね。まあ、高校生クイズとかもね、しょっちゅう出てるところではあると思うんですが、やってみたいと思います。60分ですね、英語は。で、リスニングもありましたんで、ネット上に。リスニングの問題もやっていきたいと思います。これから、2020年度東大寺学園高等学校入学試験英語放送問題を始めます。放送される会話を聞き問いに答えなさい。 It's a beautiful day and I hope you're looking forward to today's nature hike. すげえ長え、こんなにあるの。まだ続くのね。Kasu, look! What are those? Brought a good lunch. では、行きましょう、リーディングに。I have sandwiches. もういい、終わったから。リーディング行ってみたいと思います。ここからちょっと時間計っていきたいと思いますね。純エースか両方あるのか。で、純エースが間にあると非常に集中することにこんなも考えられる。ああ、何が起こるかか。例えば混乱か。ということで17分30秒ですね。リスニングが10分ぐらいあったんで、まあ25分ぐらいですね。はい、それでは分析していきましょう。まずリスニングです。まさか1個しか題目ないと思ってなかったわ。1つに8つあるんですけど、てっきり1個ずつ解いていくのかなと思ったら、これ8つ全部同じ会話の中に答えがあったってやつですね。TF 問題までついてるんで、内容一致まであるのでめんどくさいと思いますね。最初の方、ああ、なんで順番通りに解いてくんじゃん、楽じゃんって思ってたら、順番通りじゃなかったし、途中。まあ、3番、ミミックリー知ってりゃ簡単だけど、まあ、中学生知ってるわけないんで、まあ、文脈でやらなきゃいけないかな。で、この4のノット問題、そもそもリスニングにノット問題がついてる時点でレベルが高いんですけど、これ順番通りじゃないんで、きちんと消去法でやんなきゃいけないでしょ。で、5、6、7が TF なんで、こうちゃんと合ってるは間違ってるっていうのをやっていかなきゃいけなくて、6番が計算しなきゃいけないので、めんどいですね。計算までやらなきゃいけない。で、7はまあ明らかな引っ掛けだったね。で、8も出てきた。で、こんな風に解くと思ってなかったから、2回聞かなきゃダメでした。最初にこれ全部設問見てれば2回じゃなくて1回でいけたかと思うんですけど、中学生には酷ですね。まだノット問題ある、計算しなきゃいけない、TF 問題ついてるっていうね。すごい問題でした。はい。続いて、読解ですね。ストーリー。ちょっと感動ものの話でしたけれど、最初、並べ替え問題。Her family needed to escape as soon as possible. まあ、これ、as soon as possible 知ってはいけるかな。次が、ね、go と come を通ってる問題かなと一瞬思ったんだけど、2の b の returning になってるのが1個しかないんで、あんまり悩む必要もないってやつでしたね。
で3に入れるのはどれか、これも簡単ですね。でどのようにエリザベスを尋ねた理由を、あだ説明問題ですね。まあそこまで難しくないですけど、で和訳、まあまずまずって感じかな。関係代名詞の説が関わってたり、代名詞の1が関わってたりっていう感じで、次のサムウェアはどこを指すか、まあこれもね書いてあるから大丈夫で、2語の抜き出しの際もいけると思いますね。もちろん中学生のレベルとしては高いですけど、でも解けなくはない問題です。で大門さんの方が難しいですね。ストーリーなのか人生経験なのかわからないですが、これは総計クラスで自分が教えるポイントなんですよ。これ、まあ、東大クラスでもやるときありますね。 ASK は ASK 人 to do が有名だけども、 ASK to do もあるのは忘れるなってね。ここがまさか高校入試で問われるとは思ってなかったね。文法上は asking her to play with the presents they had just given でもいい、あ、違う、文法上はどれもいけるんだ。どれもいけるんだけど、きちんと文脈からプレゼントはあげてる側ですね。子供たちが女の子にプレゼントはあげてるので、この時点で赤、A に絞られる。で、もう一個文脈で、子供たちは女の子に遊んでよって言ってるんじゃない。子供たちがそれ使って遊びたいって言ってるので、だから asking to play with にしないといけないって、だから絵ですっていう問題。これは難しいですよ。これ高校レベルでしょ。というか難関大の人たちも間違える。で、次入れてくやつ、う、あ、え、いだよね。あ、これちょっとね、うとあがややこしいけど、まあ、これが入ったらこれでしょうっていう感じだよね。で、その後の和訳、これはレベルが高いよね。think highly of とか出てるし、those parents had of me とかっていう関係者のやつも出てるし、and がどこを並べるのかが分かんないといけないってポイントで、これはまあ大学入試でもよく問われるポイントなんで、かなり厄介だと思いますね。growth and development っていうのがあって、my daughter と our relationship を並べちゃダメっていうね。これはよく問われるポイントです。5に入れるのはまあできてほしいかな。で、次の並べ替え問題。What I wanted her to do。これもよく出る。大学入試だったらね。What があって、I want her to do とかっていうのは、これはまあ並べ替え品質のポイントですね。で、内容1はまあ簡単ですね。いい。お、これはできてほしいって感じかな。まあだから、大門の2は大したことないけど、大門の3の長文は難しいと思いますね。大学入試のレベルで、中堅国公立ぐらいかな。内容一応ちょっと大学入試にしては簡単すぎるかなと思うけど。で、最後和文英訳と重英作。だこれがあるんで、2とコマ線とかよりは難しいかなっていう印象ですね。自宅でテレビ観戦する、あ、まあ、The Olympics っていうのが書いてあるんで、多分まあ使ってねって言いたいんでしょうね。パラリンピックの方は無視なんだと思ったけど、自宅で観戦するつもりの人がいる一方で、生で競技を見たい人もいるだろう。まあこれを別にオリンピックスとやんなくてもゲームズとかでやっちゃえばいいと思いますけどね。まあだから生で見るとかっていうのをなんてやるかとかかな。まあ、オン TV の方は簡単だと思うんで、そのまま見るっていうね。In person directly live。まあ、あとまあスタジアムでとかって逃げちゃうこともできるかなと思いました。で、開催時期は真夏であまりの暑さのために多くの人が体調を崩すとかね、そう、崩すで書くんじゃなくて、悪くなる、体調が悪くなるって書くといいですね。で、競技場周辺に人が集中することに混乱も考えられる。例えば、こういう混乱の中、どういう混乱かっていうのを書けばいいですね。まあ、多くの人は多分、まあ、駅とか交通機関のことを書く人が多いんじゃないかなと思いますね。あんまりゴミがたくさん出るとかって書く人はいないと思うんで、自分自身は混んじゃって通勤とかしてる人たちに影響が出ちゃうんじゃないかっていうね。のを入れました。まあ、字数的に20語までしか書けないんで、もっとね、語数使えるんだったら、そのただでさえ混んでる電車がもっと混んで、でそれに慣れてない外国人と日本人が喧嘩するとかとっていうまで書きたかったけど、まあそんなに実はなかったんでって感じですね。ということで、まあレベルとしてはまあリスニングが大変です。ただ2回流れてくれるのでそこはありがたいかなと思いますね。だからまあリスニングもあるし英作もあるんで、日東駒線より上のレベルって感じかな。マーチレベルまでは知識の点でいかない。ただ記述があるんで、まあ中堅国公立と同じかそれのちょい下ぐらいっていうイメージですね。まあ、わかんないです。年によっても違うのかもしれないので何とも言えないですが、そういった印象でした。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。